そうですね、まあ、僕個人としてはやっぱキーパーというところで、まあ、失点も多かったですし、まあ、あまり勝てなかった、勝ちきれないとかチームを勝たすことができなかったで、そうですね、ああいいシーズンとは言えなかったですね、まあ、人が変わった部分と、まあ、昨年からいる選手、まあ、いい形で融合して、まあ、昨年よりもいい結果を残せればなとは思っているので、とても楽しみなチームであります。自分のところではやっぱりシュートストップ、自分個人の力で失点を防ぐっていうところを今年、1年フォーカスして、まあ、この技術を上げていくっていうところが一つと、もう一個はそのディフェンスライン、まあ、フィールドプレイヤーとのコミュニケーションという部分で、まあ、チーム全体としてゴール前でいかにどう守るか、その立ち位置だったり、その連携の部分ですね、連携の部分をもっと、まあ、キーパー、ディフェンスライン、まあ、ボランチ、フォワードまで全体含めて、まあ、チームとして守っていくというところを、まあ、発信していけたらなと思います。まあ、練習からもっと話すっていうところも大事ですし、そのポイントポイントでやっぱ自己主張っていうのはもちろん大事だと思うんで、まあ、自分はこう思ってる、ディフェンスあいつはこう思ってるっていうのを言ってもらうとか、まあ、各々の特徴、まあ、センターバックとか、まあ、ディフェンスラインも変わると思うんで、各々の特徴を生かしながら、まあ、お互い理解しつつ、まあ、どの守り方が適してるのか一番いいのかで、それを監督が示すチームの戦い方にフィットさせていくっていうところが大事だと思います。まあ、僕が全試合出てチームを勝たせるっていうところを一番の目標に。で、目的はもちろん優勝なので、まあ、優勝していかに上の順位で、まあ、このチームを存続させる、まあ、ライセンスの問題だったりスタジアムの問題ありますけど、そこをやっぱなくしちゃいけないとか、まずにJリーグにいてほしいチームだっていうところを結果で示すことが大事だと思ってます。ファンサポーターの皆様、アスルクラロ沼津というチームは、まあ、他のチームに比べて若い選手が多いです。とてもフレッシュなプレー、フレキシブルなプレー、まあ、皆さんを感動させる、そういったプレーを、体現して、まあ、見てる皆さんに楽しんでいただけるように、僕たち頑張ります。ぜひ今シーズンよろしくお願いします。まあ、僕コーチングが一個武器だと思っているので、まあ、僕の声スタジアムよく通ると思うんで、ぜひ聞いて、まあ、ゴール前で戦っている姿を見ていただければなと思います。そうですね、昨シーズンはやっぱり勝てない時期が多くて、こう苦しチームとしても個人としても1年間苦しかったシーズンだなとは思います。やっぱ勝てないことがやっぱり個人的にも多分チームみんなそうだと思うんですけど、やっぱり勝てないことは苦しかったです。そうですね、まあ、レンタルで来てても完全移籍で来ても、まあ、チームのためにっていうことは変わらないんですけど、個人的に3年目沼津の3年目のシーズンになるので、こうチームの先頭に立って引っ張っていけるようにはしたいなとは思ってます。そうですね、そこまで人の入れ替わりもなくて、去年いた人もいっぱいいるので、そういった意味ではいい雰囲気の中 で新しい子たちが入ってきてうまく融合していければいいかなと思ってます。チームとしてはやっぱり、得点が去年少なかったと思うので、そこをいかに増やしていくかってことで、個人としてもそこに自分がどう関わっていけるのか、まあ、自分がアシストだったりで結果を残せるのかっていうところは課題だと思ってます。練習をとにかく全力でやることと、あとはまあ年齢的にもちょうど真ん中ら辺の年齢になってきたので、上と下の人をこ うまくコミュニケーションをこう取れたらいいなとは思ってます。いや、もう本当その通りだと思ってて、やっぱり自分がしたいこと、相手がしたいことっていうのはそれぞれ違うと思うので、それをやっぱり我慢するんじゃなくて話してすり合わせて、特に自分の隣にいる人とか前にいる人、近い人とはよく話して、相手が何をしたいのか、自分は何をしたいのかっていうのを伝えて、うまく相手に理解してもらったり、相手のことを理解できたらいいなと思います。そうですね、個人としては怪我なく1年間全部の試合に出場することが目標です。チームとしてもやっぱり全部の試合に勝ちたいんで、やっぱり優勝を目指してやっていきたいと思います。
そうですね、まあ、つけ雄也選手が入ってきて、高さっていうところは多分去年あんまりなかったところで一つストロングポイントになるのかなと思いますし、あとは、まあ、みんなで連携取りながら一人で守るものでもないので、チームとして意識をして守っていく、でまたみんなで攻めれたらいいなと思います。そうですね、オーバーラップだったり攻撃に積極的に参加していくのが特徴なので、そういったところを見てもらえたら嬉しいです。まずの選手はみんな最後の1秒まで諦めずに全力で戦うので、そういった姿勢を見てもらって何か感じ取ってもらえれば嬉しいかなと思ってます。応援よろしくお願いします。